何してんの、ポニちゃん。ラッチョじゃないですか。聞き間違えたんですよ。ラッチョ、ラジオ、ラッチョ。塚本のおふくろさんから聞いたんですよ。いつかイタリアの店を持ったら店の名前はラッチョに。それに母さんに食べてきてほしいって。塚本の好きなイタリアみたいです。意味は光です。